図書をするときは上流から下流へね行くもんで、こう先に川岸を曲がって、あの辺り、あそこまで行っちゃうと危ないですから、あの辺りに降りるより斜め45度の気持ちで図書をしてください。ここですね、下に石は踏まない、ね、底石は足を乗せない、流れに沿って下っていくと、こんな感じです。ここにもいますよ。いますよ、ここもね。操縦して誰も釣ってなければ、あるところ必ず救ってください。ピンチョロがいる可能性あります。あ、いましたね。わかりますかね、ピンチョロいます。今跳ねてるのね。ピンチョロいました。必ずさ、タモでね、そのためタモ必需品です。ラッキー。まあこういうところをね、落ち葉がある、こういう水たまり場、必ず探ってください。竿を立てて、竿を持っててもいいですからね、タモ網で。そしたらね、いる場合があります。後半にね、ここにいなくてもここにいたり、そこにいたり、ここいなかったり、こういうのありますが、全部探ってください。今3匹取りました。ね、必ずそういう癖をつけて、そうすればピンチョロの取り方が、すぐバスターで。ね、もう何年も前になりますけど、一緒奥多摩川の電撃ヤマメをここで十何匹移植放流したことがあります。こういうのは危ないわけですね、皆さんね。こういうとこは要注意で、落石ですからね、上が危ないっていうことです。長居しない、いい流れですね。はい、通らずが、通らずになってないですね、これ。砂で埋まってます。いい流れですね。杖があるってことは、でも足跡ないですね。はい。ここ第一の関門とか思いましたけども、いいですね、これは。いいです、いいです。ええ。ということはですね、渡れますね。はい。前はここを通れなくてね、そっち行って、向こうでね、危ない、図書をしたわけですよ。小岩残してね。それがないから、いいですね、これは。帰りもここ通ってきますからね。この上の縁が素晴らしいんだね。いますね。これここで試し釣りします。ここと上ですね。一回戻ってきますから、撮影して。ブレることをね、見にくいと思わないで、片手で今持って撮ってますんで。はい、素晴らしい縁になってます。電撃ヤマメいるんじゃないでしょうか。はい、とりあえずこの上へ行く前にですね、試し釣りします。ここで
危ないですね、こういうところはね。素早く通りましょう。第2の難所ですね。多分ちょっと微妙ですね、通らずになってるかなってないか。もし通れなければあそこ岩を残すって形になりますね。簡単ですけど、どうでしょう。もうここを通り過ぎればあとは楽なんですけどね、深くなければ。まあまあ、最初に来た時はここを乗っ越していったんですけど、どうでしょうか。深いですね。とまあここから乗っ越しです。岩をね、片手で、どうかね、力じゃなくて力だね。ね、あっちからはちょっと滑っていきませんので、こっちですね。ちょっと、すいません。こう、あとは向かう上は大丈夫です。こんな感じですね。滑ったら終わりですからね。こういうところ微妙にかけていただいて、微妙に、もうあとはいいですね。ちょっと深いんですね。いそうな感じするんですけど、今日は試しにいいですか。残していきます。ずっと残して、そうすればあとはもうずっと楽です。塗装が何回かありますけどね、そんな大変じゃありません。まあ、こういうところはちょっとお尻を落として、でこういうふうにね、ちょっと後ろにね、ありますね。この辺までは来てるかもしれません。安心です。振り返ります。もうね、クルカームシは使っちゃったんですよ。まあ予備にミミズも持ってきたんですけどね、ミミズもやってみますよ。こういうとこでね、タモをやってみるね、ピンチョロいるかもしれませんからね。いませんね。ああいう細かいところにもいますよ、一匹ね。この辺で黒川虫ちょっと取ってみたいと思います。まだオニチョロはいるんですよ。でもオニチョロは入ってるんですよ、あの餌箱にね。だけどここ一発っていうところで、ね、使いたいもんですからね。
こっから一直線です。まあでももうちょっと曲がるつくは結構ありますね。はい、じゃあここで餌取ってもうちょっと向こうでやろうかと思ったけど、なかなか良さげなポイントですね、ここね。良さげかな、良さげですね。足跡ありません、誰も来てませんね。今年は放流してないっていう話だもんですから。じゃあ今からちょっと餌取って、風と背が続くんですよね。まあこういうところでね、皆さんね、蛇を気をつけてもらいたいと思うんですよ。あと滑って転ぶのね、試し釣りですから、この背、まあね、20センチ前後の分が釣れると思うんですけどね、18センチクラスくらいね。でも探りません。この次来た時にやります。どうでしょうかね、6メートルも差を振れると思いますよ。まあ7メートルはちょっと無理ですね。ね、ああいうとこなんか丁寧にやるとね、小さいながら楽しめると思うんですよ。さあちょっとここで右岸に塗装ですね。あそこで塗装しましょうかね。ちょっと深いですけど、ああやっぱり先行者いますね。なんか濡れてましたもんね、あそこ。いるんじゃないですかね、これ。ちょっと危ないよね。釣り人がやった後のような濡れた跡があるんだけど、まあいたんでしょうかね。ちょっとまあここは気をつけた方がいいですね。もうちょっと下流の方が良かったかもしれません。はい、右岸側に渡れば、あとはですね、突き当たりまで塗装はありませんね。まあこういうふうに荒瀬とか流れの速いとこはもう水がああやって濡れてるんだけど、足跡がないから釣り人じゃないんですね。違うのかな、足跡ねえ、ないですね。ああいう小さなポイントね、そういう小さいポイント、ああいう小さいポイント、こまめに拾えばいるんじゃないかと思うんですよ。やっぱいませんね、足跡ありませんね。勘違いですか。ああ独り言が多いです。
どうでしょうね、これでね、またちょっといいポイントが出てくるんですね。そこで昼食のデカ結びを食べながら、ここでちょっとピンポイントで釣ってみます。出れば有望ですね。ピンチョロでやってみようかと思ってるんですけども、さあどうでしょうかね。いい背です。流れ早いですよ。小さなポイントに18センチクラスいるんじゃないかと思うんですよ。楽しめればいいですね。ここです。もうあれ突き当たりが図書ポイントで、もうこれこの渓谷半分以上来てますね。ここで休みましょう。いい流れですね。一匹出したいですね。24センチクラスをね、あの重心で速いですね。意外と釣れないんですよね、昔から。ね、やっぱ浅いんでしょうね。じゃなくて動物の跡かね。びっくりした、あの大木が人かと思っちゃった。意外とね、こうやってあらせが多いわけですよ、ね、そうするとなかなか難しい釣りになるわけですね。ということはですね、ヤマメイワナが残る確率が高いということですよ、ええ、で、まあ人が来ればさらに難しくなると思うんですけども、腕試しにはいいんじゃないですか。あー、いましたね、やっぱり人が、
あの危ないところを降りてきたんじゃないでしょうか。はい、さて問題はこれからこの方がどうするかですね。それによっては誰からやるんでしょうか。ルールは守りなんていけませんからね。いいですか？上登っていいですか？上に行っていいですか？もう終わりですか？上に行っていいですか？いいですか？一応お断りしとかないと。どうも。ここなんか危ないって言ってましたよ。うん。どこから来られたんですか？あ、ここ。それじゃあ、行かせていただきます。あ、テント張ってますね。テント張ってますよ。突き当たりまで行きます。テント張ってますからね。なかなかいいね、流れなんですよ、ここが。でも上のボサは気をつけないといけませんね。先に向こうのテントの方を確認してから、ここ下っていくときに釣ります。ここもいい瀬なんですよ。
ちは。もうだいぶ小さくなりましたけどね、この縁でも出ると思います。でこの向こう側がね、行き止まりなんですよ。本日は2023年5月26日金曜日午前10時10分を過ぎました。北北橋にいます。今から日暮里川下流行き、鍛冶屋下撮影と試し釣りに行ってきます。こんな感じですね。こうまず役場下が見えてきます。じゃあ、それで右折です。今、JR 奥多摩駅から徒歩3分ぐらい、まあそこですね、JR 駅は。 JR 奥多摩駅出て右折してこう回ってきますね。 JR 奥多摩駅を出て、右曲がってこう来ると北氷川橋で、これ役場下、これ管理釣り場じゃないですからね。まあ、こういうふうにしてまあ放流するんですよ。もう特別放流日から 2週間経ってますので、人がいませんね。で、あそこ曲がります。もうじき日暮里川を渡る橋と、あれ、あそこが橋で、氷川国際マス釣り場になりますね。で、ここにこうなってます。ここを降ります。ここね、それで川虫を採取します。あれは奥多摩工業です。通称ラピュタシロ結構人気あるみたいですよ。で、まあピンチョロはいないと思うんですよ。まあ、こういるとすればあそこですね。まあここは放流してますからね。ここでまあイクラブドウムシよりいいね、クロカムシとオニチョロを採取します。虫取ります。そのうちオニチョロが入ります。ピンチョロはちょっとね、なかなか一番いいんですけど、なかなかね。それでピンチョロはね、もう5月下旬までで、6月以降はな羽化していなくなりますからね。この辺注意です。はい、流針はいませんね。でこうやってですね、まあ音楽図の細かいのでこうやると
1日来てますからね、これでね。これ、台場の餌箱に小がくず。お兄ちゃんらが取れました。これですね。これもね、立派なのが有効ですからね、水が冷たいですので。で、大体ね、まあ、現地でも取れますんで、多分。すぐにね、やるための20匹くらいね、20個ね、わかりますか？20匹くらい。ここが氷川国際マス釣り場です。それで、そこを左に曲がって、あそこの橋の手前で降りて、この一番先に、影になったところへ降ります。絶対守っていただきたい事項があります。ここは絶対通らないでくださいね。これやった人、違反で、不法侵入でやられる可能性ありますからね。ここ左曲がります。あそこの橋の手前、ガードレールが空いてるところ。そこね、鍛えてませんので息が上がってます。ここですね、最初はいいですけども、あとはね、道がないので十分気をつけてください。自己責任ですよね。今日は杖を持っていくのを忘れてしまいました。階段状になってるんですね。滑りそうですね。怪我する可能性あります。で、まあ、こういう風になってます。で、こっち出ちゃダメです。あの、釣り場のとこへ行っちゃいますので、こっちへ行きます。絶対そっちはダメですよ。で、違反になりますので。したらダメですよ、そこはね。ここへ右側へ曲がります。こっちね、必ずこっちへ来てください。そうしないとね、怒られちゃいますよ、私が。で、紹介動画が作れなくなってしまいます。よいしょ。そんなひどい道じゃありません。で、あそこ降ります。難所といえば難所ですね。はい、こんな感じになります。まあ、ゆっくり降りれば、私今片手で降りてるんですよね。カメラを持って。71歳の吉岡がこういうことできますから、皆さんもできると思うんですよ。ただこういう持つところはね、過信しちゃダメです。ダーンといっちゃいますからね。まあ、最初の吉岡のオフ会といって、ケージ釣りはここへね、ここから降りたんですよ、みんな急に。前回っていうより、この前の21日に、5月21日に参加した M さんもここを通ってます。はい、これで向こうから見えないところ行きましょうね。はい。
ります。そこから出てきたんですね、今ね。こう、そうすると見えません。はい。で、ここはまだ釣り場の敷地ですから、静かに通らさせていただきますと感謝しながら、素早く抜きましょう。絶対竿を出したらダメですよ、ここね。違反になります。ここまで釣り場の区間内ですからね、絶対竿を出したらダメですよ。吉岡チャンネルにはご視聴者にはいないと確信しております。保証します。これにっぱらが増水すると大変なことになります。危ないです。雨が降った後